おい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 、各チーム故障者まとめ一発。ちょっと引くのが早かった。早かった。慣れてないことするから。まさかの、このキャンプ途中離脱であったり、オフシーズンにね、手術とかで、復帰がまだできなかった選手とかいますんでね、これ、オープン戦始まりましたけど、一回ちょっとまとめて、落ち着こうと。そうね。ヤクルト、うん、貴重な左がと。山下選手ね。ひかるちゃん。23歳。左肘のコンディション不良ね、うん、2月10日から2軍キャンプ行きましたよ。あ、これちょっとね、症状わからんで、これヤクルトは出さないんだよな。出さない。このコンディション不良っていうのはな、ダラダラとっていう方じゃないけど、これトミジョンとか繋がったりするような気がするんだよ。するんだよね。奥川選手もコンディション不良だったもんね、最初。そうなんよ。で、奥川選手なんかも、まあ、復帰はね、まだ具体的な日にちが出てこなかったり、うん、まあ、一応リストには入れてますよ。どっちがいいんかな、選手として。行った方が楽、行ってもらったら楽じゃん。どうなんかね、俺いつも思うよ、この言う球団と言わない球団のあるから。あるなぁ。フロントには黙っててください。そうか、あそうか、現場で止めてるっていうあれもある、あるか。いや、あるな。絶対聞かれるけどな。契約更改的に。確かにな。そして阪神、はい、ノイジー選手ね。6番候補だったからね。あ、まあ、6番っていうか、まあ、クリーンアップ候補だったか。あ、急に落ちたな。俺3番候補だと思ってた。そうだね、そうだね。2月17日、左腰の張りで別メニューで、うん、実戦復帰が3月の予定だという記事もあったんで、目処は立ってるんですけど、まあ本人的にもね、まあちょっと開幕微妙だねという感じよね。そう。で、あとはピッチャーで言うと高橋遥人選手、去年の4月25日トミー・ジョン手術受けましたんで、もうすぐ、もうすぐというか、まあ1年経とうとしてますよ。1月27日にはブルペンの投球を開始しているので、うん、中盤、まあ無理立てないでしょうね。そうだね、今年は3年目からっていうんでね、うん、多分来年合わせるような形で来ると思います、うん、っていうのが、まあレギュラーレベルでいうとこの2人が阪神、うん、現状なのかなと。ハルト選手は無理しなくて全然いいよ、今の投手陣考えたら。いや、本当だよ。うん、まだまだ、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと順番前後してしまったんですけど、はいはい、横浜ね、はいはいはい、クリーンアップたちが…てんてんてんと。ほう、オースティン選手、これは去年の10月25日右肘の靭帯を手術しましてね、2月15日にキャンプ合流してるんですが、うん、おい、ちょっと大丈夫なのと。開幕はこれ赤に近い黄色かな。だからあえて開幕に間に合わせないことで、オースティン選手が最初からいれば優勝できたっていう。なんか誰か裏で書いてるやついるか。書いてかね、ほんと間に合わないね、オースティン選手は。じゃあね、まあオースティン選手は間に合わんか。オーケーオーケー、今年取ってるぞと。あ、取ったよ。アンバギー選手もね、故障者このリスト入ってるんです。マジか。2月17日足の張りで別メニュー調整、それを継続してます。ちょっと目処は出てないと。なるほど。これやこ横浜まずいぞと。ちょっとね、ちょっと落ちちゃうな。落ちちゃう、打線ね。あ、横浜これオープン戦大丈夫かと。巨人、はい、これ明るいニュース多いよと。おう、そのリストが多いんですけど、うん、ちょっともうこの上り調子入ってる選手ばっかよ。ああ、なるほどね。な、山崎選手と堀田選手、はい、これはなんか同部屋で住んでるとかなんかな。なんか2月5日に2人ともコンディション不良になって2軍行って、2月16日に2人ともキャッチャー座らせて投げ始めたあ、なんかあのシンクロ合わせるためにあの同じ風してリズム合わせたりやってるエヴァじゃんで、高橋幸選手なんかもね、うん、左肘のクリーニング手術受けましたけど、2月22日にはフリー打撃に登板、うん、平内選手なんかも、右肘のクリーニング手術から2月3日にブルペン入りと、うん、お、いや、いいですよ。まあそうね、高橋幸選手とかは多分ね、あんまり焦らせないとは思いますけどね、うん、他の選手に比べたら。あとちょっとその原さんの顔にね、こう慣れる練習とかをしてるかもしれないけどねずっと見てるからな、試合中全員原さんの顔に見えるあ、やばいわメンタルですね、まず。だから駅前かなんかにこう練習中ですって石本看板持って名和一高の石本やってるって話を聞きますけどね、そして楓さん、これ帰ってきてもらわなきゃ困るよと。中川選手ね。あー、中川選手ね、腰痛をね、かなり重度だったみたいなんですが、うん、2月6日、うん、キャッチャー座らせて50球投げましたよ。これはね、もうごめんなさい、素人目線だとちょっと分かんないね。気持ち悪いリアクションエビスさんみたいなこれちょっと申し訳ないけど分かんないね。分からんな、ほんまな。こ
これはもう解説者の人の言うことちょっと信じるほかないから、あ、いけますって誰かゴーサイン出したらいけるんだろう、いけるかなって思うけどね。そうだよ、まだちょっと分かんないね。うん、そしてカープもね、はい、ばっかりニュース非常に多いですよ、うん、岡田選手、うん、21年の9月にトミー・ジョン手術をしまして、2月の23日には2軍の練習試合本田戦で1年4ヶ月ぶりの実戦と、うん、これ夏焦らないんかな。でもそんなに台所に余裕ないんだけどな。うん、6月ぐらいをめどに一軍来てよねと、まあね、いう感じなのかな。そうね、そして森下選手と床田選手もね、うん、かなり順調に来てるぞと。これはでかいんじゃない。でかい、ね、本当にでかい。この2人は、うん、森下選手なんかは2月22日にはブルペンで140キロ、うん、計測しまして、17日の時より10キロもアップしてると。うん、だんだんとこの出力を上げてきてくれますよね。床、はいはい、田選手でいうと2月26日にオープン戦登板の見込みだと、うんうん、しっかり2人とも開幕に合わせてやってくれてるなと思いますよ。うん、そしてね、ちょっと一番心配なのがね、うん、これ心配度はレベル3なんだけど、うん、何中 ?3 おー、だいぶだな。3中3か。磯村選手ね、キャッチャー今年ね、坂倉選手行きましたよと、うん、相澤選手、うん、どうすんのかと、うん、やったら磯村選手もいるぞと、うん、この三つどもえを期待してたんですけども、うん、2月11日に左ふくらはぎを損傷、そして3軍なんですね。あ、もうじゃあ本当に怪我だね。ちょっとこれ重たいぞ。カープの3軍はね、結構シリアスなのよ。カープ3軍あったんだ。あ、磯村選手だ。これはタイミングが。これはタイミングが。これキャッチャーで貴重な戦力ですから、うん、うん、楽しみにしてたんですが、どうなのかな。カープも隠蔽体質がありますから。あ、カープも隠すタイプか。隠すんですよ。新井さんになっても？新井さんはね、でも言うって言ってたような気がするんだよな。おうおう、なんか出していきますみたいな。おうおう、最後中日ね、はい、これが、まあ、直近で言うと一番衝撃はね、ちょっと衝撃的だったね。ありましたが、岡田投手だよね。これ2月23日にこれ人間の部位で一番太い骨だったっていうのも見たけどね。うん、投げて崩れ落ちてね、これはひょっとしたら選手生命に関わるね、今年復帰、楽しみにしてたんだけどね、ちょっと長くなりそうかなって感じだね。まあそうだね、ここの骨が折れるって相当な、だから鍛えてきてたんじゃない。相当だ、衝撃かかったってことでしょ。であと岩崎選手ね、うん、去年我々も太鼓判を押してたんですけども、まさかの早かったよね。いや早かったよ、もうね、トミー・ジョン受けましたよ、ね、でも早いんだよ、なんか情報が。22年の9月にトミー・ジョン手術を受けたんですが、うん、2月の7日にキャッチボール再開。今の時点でキャッチボール再開って言ってるってことはまだ2ヶ月3ヶ月かかるでしょう。どうなの。まあ今年はもうないでしょ。いや、ほぼもう2年。そうだね、本当はね、取ってからやっぱ人体がなんかすぐ投げると伸びちゃったりするらしいからね。もう石川昂弥選手なんかは順調に来てて、2月13日には一塁の送球を再開、まあ、守備でもねしっかり動き始めたと、うん、で3月中の実戦復帰もメドだと、うん、お開幕間に合う可能性も出てきたかなと。これ明るいニュースだね。はい、そうね、うんうん、という感じでね、セ・リーグの、まあ、各チーム今離脱してますが注目している選手っていうのを紹介させていただきました、うん、はい、はい、皆様が怪我の復帰期待している選手教えてください。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。どう、山崎ホットペアはまだ帰ってくる場所あるか。いや、あるよ、あるよ、山…うん、どっちかかな、でも枚数的にはほんまに2人で1人あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。